厚生労働省提供のクソの役にも立たないコロナ接触確認アプリココアがそのサービスを静かに終了しました。陽性者数すべての届け出をしなくても良いことにしちゃったから接触確認もしなくて良いよねってことらしいんですが、今日時点でも毎日結構な数の感染者が出てまして、収束する兆しすらないところでのサービス終了というね。機種によっては動作が重たくなっていたとか、しかも今回サービスが終わったからといつものようにアンインストールや削除を行っただけではバックグラウンド処理は消せていないらしいです。アップストアから最新版にアップデートをし、機能停止手続きを行ってください。これでスッキリするはず。本当国民に迷惑かけど押したな。アンケートには一応答えておきました。